パリ五輪は29日、体操の男子団体決勝が行われ、日本は2大会ぶりの金メダルを獲得した。5種目を終えて中国が3.267点差をつけて独走体制だったが、最終種目の鉄棒2人目が2度落下するハプニング。日本に大逆転を許し、銀メダルに終わった。母国のファンは大荒れ状態となっている。画像、一度ならず二度も、あまりにひどい。 同僚が気の毒だ、金メダル目前で中国選手が鉄棒から落下する瞬間まさかの結末だった。最終種目の鉄棒で二人目のソウェイトクが離れ技で二度落下。11.600点と得点を伸ばせず。チームメイトに励まされたが、顔面蒼白に、この後、橋本大輝など日本の二人が完璧な演技を披露。中国は0.532点及ばず。 金メダルが手元からすり抜けた。中国のネット上もあぜんぼうぜん。SNS、ウェイボーは大荒れ状態となった。絶対に金だと言われて、最初のうちはあんなにリードしていたのに。明日仕事があるのに夜更かししている私みたいなファンの睡眠時間、どうしてくれる連続して夜更かしして応援しているのに、銀メダル。今日の体操、がっかりしたなんてもんじゃない、合わせて3回のミス。 もちろん本人も失敗したくなかっただろうけど、あれじゃあチームメイトに申し訳ないだろう。そが3種目のうち2種目で大きなミスをした。予選の段階でも大きなミスがあったとか、いつも選手を攻めるのはやめようと思っているけど、心のバランス保てないよ。誰かを叩くことはしたくないけど。1回落ちればミスだけど、2回落ちたらやっぱりあまりにもひどい。力が足りないってことだろう。 チームメートが気の毒だ。力がないなら、せめて安定を求めるべきだろう。あんたのミス、他のチームメートが稼いだ点数では埋め切れなかったよ。頑張っていた三人が気の毒すぎる。個人の種目だったら、負けてもどちらにしても自分だけの負けだからいいけれど、団体種目はそうはいかない。チームメートの中には次の4年はない人もいる。金メダルを取るためにはやっぱり精神的な強さが必要だな。 SNS で誰かにこの辛い気持ちを聞いてもらいたいのに、友達みんな起きていない。辛い、辛い、辛い。横で日本が喜んでいるのを見るのが辛い。一方で、体操は偶然性が大きいと思う。そも、あの段階では絶対にミスをしたくなかったに違いない。それで帰って気持ちが保てなかったのだろう。あまり自分を責めないでほしい。スポーツでは敗戦は普通のことだ。 ミスした彼も本当に気の毒だと冷静に呼びかける声もあった。